すとひょっとしたら魚雷艇かもしれないですね。あるいはちゃんとしたあのね、黒い船のね、終点終点系が魚雷艇だと思います。 あの自分もあの湾には魚雷艇がいっぱいでしたから。あ、そうよ。だからね、これは黒船ですわ。はあ、このね、それをね、藤井氏が町までですね、あの、あーってここに入れて、我々の夕方で、それがかもしれない、あの、キリストをやってね、だから、こう引っ張ってやる。あ、そうですか。私の目の前でやる。それは海岸を海岸でやる。いや、あの名前がね、いや、なんだか、嫌がってたようなことな。はい。あ、嫌がつく。あ、やれ。なんだよ。なんだか、ああ、吐きやおいね。そこで、結局私の本の前におったんですね。はい、で、本の前で、これで彼がね、結局、その、この、舞台の、要するに彼、証拠、マントを書いてくれた。はい、だ、ブレー私はちょうどもうちょっと愚かですね。愚か。だって敵か味方かを。だからね、しっかり確認せずに。だからね、もあまりにも結局、俺自分自身は藤井忠一としては援軍が来た、援軍であるというような感じがしますね。だから私は本の前で出たんで、出たらいっぱいぶしゃっと。だから本の目の前で。はあ、だからで、あの、なじゃあこう打たれてね、一発死んだぞ。じゃあその時には他の何人かの兵隊も一緒に。そうです、その時岩崎とかね、岩崎とかは、この当然は、あの、そこで戦死してるわけですね。身体中とか、身体中のね。わかりました。ああ、で、この藤井隊長の、この、なんて言うんでしょうか、威圧とか、はい、そういったものは何か、そうです、あのね、持ってきたんでしょうか。取って帰りました。結局、小指かなんか落とす、指を取ってですね、ええ、で、あの指もね、もうこの親指を取ってですね、はい、で、半後の要するに掛け子ですね、それを中にやってきて、火のつぼ行くんで、あ、焼いて、はい、あ、だから、まあその時ね、結局誰のことを結局、主言としていけばいいけど、もう後で分からない。後で分かりました。はい、ですね。ですから、私は、藤井中尉のですね、うん、軍帽、うん、を取ってですね、うん、で、それを持って帰ってきたんですよ。ああ、持って帰ってきたんですか。じゃあ、川上さんがその軍帽を、それがね、福音局かどこかで手渡しちゃったんですね。それが、要するに、取って帰って、そして、藤井さんのところへ答えた、渡そうと思って、うん、だけど結局そのように我々と生活ですね、はいはい、ですから長いこと持ってたんです、持ってたんだけど、持ってたんですか。もう後でどうなったか分からない。だからこの何でさ、この今現在この教授を続け、神戸が佐野のやつと地震がいたところなんですね、はいはい、ですから私なんで佐野宮知ってるかと、若い時に佐野宮に半年ほど行ったことあるんですよ。というのは私の代表に、なるじゃん、この境織物、沢屋境織物ですけど、うん、この、そこの織物のこう販売とかね、うん、そういうことをやっておられた人があって、その人のところへその半年間弟子に入って、弟子っていうか習いに入ったことがあるんですね。でその時に要は何ていうか三宮に行ってたんですね。うん、ですから、それで三宮っていうとこ知ってるんですね、うん、で三宮 で私は芦屋に、その別荘に待っておってですね、でそこから要するに親方、だんだんですね、だんだん顔持ちをして、いつも三宮通ってた、ですから、その三宮っていうのはね、結局知っとるんですね。で、要するにその帽子を取っときながら、それから今度は、いわば長いことをその取っておいたんですけど、結局、どっかに、ならね、この、
神戸で、あの時に結局もうこんな思ったかって今日ね、見た覚えはねえんですけど始末してもたと思うんですね、で、これを何か遺品を持ってね、こうあのこのおじいさん、おじいさん中隊長ですね、この星を飾りたいと思って、で、まあ、歌うんだけど結局、まあ、なるじゃん、それで、もう、八幡宮のあの値段が落ち着いてが結局、神戸市役所へ、ね、ちょっと調査してもらったの、謝罪お弁当を行くかね、藤井さんは当時はあの家族を持ってたんですか、それとも奥さん、奥さんのね、奥さんもいたんですか、しょっちゅう文通しとったんですよ、文通文通というか、まあ、軍事郵便で、はあ、だからあの奥さんの名前は藤井瑞子っていう、よっぽど愛してたんかね、結局だからね、もう口から離れられなかった。じゃ子供さんはいたかいないかわからない、何ですか、子供、子供のことは書いてなかったけど奥さんのことは書いてあったね、だからおそらく信号、要するに信号を得たんじゃないですか、そうすると、普通だとまあ千年復員した中から、誰かがまあその奥さんのところに行って旦那さんの最後はこうでしたようなことをまあ話してあげることも大事かなと思うんです、誰かやったね、違うな、私がそれをやるのやろうと思って、やる立場にいたんですけど、私はこう帰ってきた、そしてでは、あの、要するに何か自分自身が生活をする、生きていくというのは、いわば家内を見取りですね、子供を産みですね、してる間に我々が今度は生活をね、生活っていうのは安定、生活細々ながらできても、その安定した職業というのを捕まる、だからその安住、いわばその気をつけて腰を据えたるっていう、いやは骨になる職業を掴んでなかったね、だから日雇いなんですよね。この藤井中隊長が亡くなった日付とかは覚えてませんか、何月のことか。はねえ、マヌクワリを出発してからどれくらい経ってから、あの時は朝になる、つまり農園の時にはもういないわけですよね。ほやほや、農園の時手前ですよね。その前、その前ですね、ですから、ですからね、まあ、あの時はもう暦になって朝の夜を明けりゃ、もう日からね、全然。